みつじ。千葉の実家での話。 その交差点は見通しもいいのに事故が多発する悪い意味での名所だ。これまでに何件も大きな事故が起こっている。電柱などはもう何本も取り替えられているわくつきの交差点。その交差点は古くから存在し、周囲の人は意味辻と呼んで、その交差点を渡るときにも そこを通過しなければならない時にも皆慎重になるという。俺が去年帰省した時の話をしようと思う。車で帰省した時、ちょうどその交差点を通らなくてはいけない羽目になった。他の道が混んでいてそこしか選択肢がなかったのだ。当然、両親も その交差点の話は知っていたし、俺も知っていた。運転を父に代わって、気をつけながら、その交差点に道を進めた。非常に蒸し暑くて、車内はクーラーをガンガンに効かせていたんで、涼しかったんだが、急に母が、寒いからクーラーを消して、と言い始めた。 なんでめっちゃ暑いよ、外。ほら。と、俺はウィンドウを開けた。夏の熱気と、セミの声が飛び込んでくる。ああ、そうね。急いで閉めて。暑い。車内は元通りに涼しくなったが、母はしきりに、寒い寒いと言っていた。 まあ、母は冷え症だから、あまり気にすることなく、実家に到着。スイカや麦茶で一服をして、仏壇に線香をあげて、墓参りに行く準備に忙しかった。供養も終わって、親戚一同、寺でお茶なんかを飲んで、さて帰りましょうかという塩梅になった。空は、夕立でも来そうなくらい、 でかい入道雲の頭がつぶれ始めていた。ああ、こりゃ一雨来るな。おい、お前、先に歩いて戻っとけ。え父さん、S おばさんを家まで送っていくから。と、無茶なことを言う父。まあ、確かに実家は、寺からそんなには離れてはいない。歩いて二三十分だ。 俺は愚痴を垂れながらも、しぶしぶ歩いて、実家まで帰ることになった。空が今にも泣き出しそうになっていたので、少し歩みを早めて、実家へと急いだ。黒い毛服が暑さを倍増させ、服自体が重たく感じた。セミの声は、雨を察知したのか聞こえなくなっていた。 熱気を吐き出すアスファルトの上をせかせかと歩く俺。もう日の光はなく厚い雲に覆われていた。今にも泣き出しそうな空模様は不安と焦燥感を加速させるには十分だった。それにしても模服は重い。扇子を取り出してはたはたと仰ぎながら 足を速める。そういえば、この道って、忌密つに入る道だよな。やだな。確かにその道は、忌密つから伸びる一本道だった。本当は、その隣の道を歩けば、近道なのは知っていたんだけど、この時はなぜか、この道を選んでしまったようだ。 何か起こりそうな気がするな、とか思いながら歩いていると、突然雨が降ってきた。バケツをひっくり返したような大粒の雨。あっという間に服を濡らし、道を濡らして、ちょっとした水の流れができるくらいの大雨。俺は慌ててコンビニへと逃げ込んだ。 同じような目にあったと思う人でコンビニは混んでいた。稲光がして、腹の底から突き上げるような大音響がする中で、雑誌を立ち読みしながら俺は外を眺めていた。空は真っ暗。稲光がするたび赤紫色に雲の端が輝く。地面に目を落としてみれば、 もうびしゃびしゃで、川のように雨水が流れている。親父、呪うからな、と呟いて、雑誌に目を戻そうとした。その時、妙なものが目に入った。子供だろうか。赤い浴衣を着た子供が、辻がある方向から走ってくる。 傘は差していない。濡れるがままに子供は走ってくる。そしてそのままコンビニの前を通り過ぎた。印象に残ったのは赤い浴衣とその走るスピードだった。顔とかの印象は薄い。とにかく走るのがその子は速かった。大人並みのスピードで、 その子は走り去った。しばらくして雨も小降りになったんで、フライング気味にコンビニを出て小走りで実家へ戻ろうとした。その時だった。ダーンと落雷のような音が前から聞こえてきた。落雷ではない。事故だ。そう確信して、 俺は、野印馬根性丸出しで、音の下方向へ、小走りに走っていった。案の定、事故があった。見通しのいい交差点での衝突事故。両方とも、前面がひしゃげていて、片方はさらに、街灯を曲げて止まっていた。やっぱり、 ここは、秘密蛛だ。幸い、両方の運転手は息があるらしいので、救急車とパトカーを携帯で手配して、俺は実家に戻った。お盆。赤い浴衣の子供。秘密蛛での事故。妙な共通点が、心に引っかかった。 実家に帰ると、盆丁鎮が飾られ、お供えが山のように、仏壇に供えられていた。父が、振られたろう。迎えに行こうと思ってたんだけどな、なんか嫌な感じがして行けなかったんだ。忌みつじでの事故をかいつまんで話すと、実家に遊びに来ていた、おじとおばと、 いとこが口を揃えて、あそこはなんとかならないかな。坊さんに来てもらおうか。と、口々に喋っていた。あえて、赤い浴衣の子供のことは話さなかった。これはタブーだ。あの意密筋にまつわるタブーだ。そう確信していたからだ。 今年も、俺は実家へと帰省する。そしてできれば通りたくはないが、忌みつじも通るだろう。赤い浴衣の子供は、見たくないな。度胸試しおばさん。心霊的な話ではないけど、 怖かった話を一つ。俺は昔、小学校の低学年の頃まで、県営住宅に住んでいて、よくその県営住宅の同学年の子たち五六人と遊んでた。その頃は、ラジコンやミニ四駆が流行っていて、ちょっと裕福な子はラジコンカーを持っていたんで、その子のラジコンカーを使って、よく県営住宅のエントランスとか、 共用の廊下で遊んでた。その際、友達や、俺の親から、七階の、A さん家の前では遊ばないこと、通る時も、静かに通りなさい、と言われていた場所があったんだけど、そこの前で、少しでも騒ぐと、A おばさんが出てきて追いかけてくるんで、子供の俺たちにとっては、そこはいい、 度胸試しのポイントになってた。で、ある日も、いつも通りみんなで、ラジコンを追いかけて、キャッキャ遊んでいたら、ガキ大将的ポジションの子が、えおばさんちの前で、廊下で、ラジコン走らせようぜ、って提案してきた。みんな割と乗り気だったんで、すぐやろう、ということになったんだが、チキンだった俺は、 怒られてしまう自分の姿を想像して、嫌だなって内心凹んでいた。そして結局、あれよあれよとことが進み、えおばさんちの前をラジコンを走らせながら、騒いで走り抜けるという遊びが即刻決行された。俺は乗り気ではなかったんで、みんなが走る一番後ろを走っていたんだけど、 これがまずかった。みんなが声を上げて、えおばさん家の前を通り抜けた直後、えおばさん家の扉が開いて、A えおばさんが猛然と追いかけてきた。いつもだったら、走って逃げるだけで、捕まったりはしなかったんだけど、この日は俺の目の前に、ラジコンを走らせていた子がいて、その子が階段の前で、 ラジコンの回収に手間取ってしまい、俺は階段の手前で停止せざるを得なくなった。そしてその子が回収し終えて階段を降り始め、よし、俺も、と思った矢先、後ろから腕を掴まれた。捕まえた、みたいなことを全くの無表情で言われて、俺はビビって動けなくなってしまった。 動けなかったのは、えおばさんの表情のせいもあったけれど、えおばさん手に包丁を持っていたんで、その時は完全に体が固まっていた。それでおばさん家まで連れ込まれて軽く監禁された。ここからは記憶が曖昧だから、あまり詳しい描写はできないんだけど、連れ込まれてからしばらくは、 布団だけが四方にうず高く積み上げられて、日の光が入らない仏間に閉じ込められた。そこで延々と泣いていたら、握り飯を一つ罰されて、食えと言われた記憶がある。味が全くしなかった。たかが一つの握り飯を食い切ることができなくて、畳の上に置いておいた記憶もある。 どれくらいの時間が経った時かわからないけど、一度母さんが、A おばさんの家に来たらしく。玄関から、母さんの声がするなって、ぼんやり聞いていた覚えもある。あと、A おばさんの家には、もう一人、若いお姉さんも一緒に住んでいたらしく。母さんの声を聞いた、しばらく後に。もう返してあげようよ、と。 えおばさんに言っているのを、ふすまごしに聞いた。その時はマジで、お姉さんが、救いの神みたいに感じた。でこっからさらに記憶が飛んで、一気に終わりに近づいてしまうんだけど、気がついたら、おばさんが騒いでいる声が聞こえて、後から警官数人と、母さんが入ってきた。とにかく、 助かったっていう気持ちでワンワン泣いたよ。あの時は何日経っていたのか記憶も曖昧だし、時計もなく日の光もなかったからわからなかったんだけど、学校の授業が少し進んでいたのと、しばらくカウンセリングで保健室に通うようにと言われていた点から、数日間は監禁されていたと思われる。 自分としては、もう過去のことなんで、あまりトラウマでもないし平気なんだけど、母さんにこの話を振ると、未だに苦しそうな表情をするんで、詳しい話は聞けないんだ。夜の京都でタクシー。これは、まだ僕が、 京都で大学生だった時の話です。当時バンドを組んでいた僕は、週末の夜になると、バンドメンバーとスタジオに入って練習をしていました。その日、練習が終わったのは夜の一時。季節は夏で、京都特有の毛だるい、のしかかってくるような蒸し暑い夜でした。 そのスタジオは家から遠くて、いつもはバスで帰るんですけど、時間的にももうバスは走っていなかったので、仕方なくタクシーを拾いました。背中に背負ったギターケースを下ろし、ああ、無駄な出費だな。次のライブの乗る場もきついのにな。なんて思いながら、 タクシーに乗り込みました。50代くらいのどこにでもいそうなおじさんが運転手でした。ガンガンに冷房が効いた車内が汗をかいた体にありがたかったのを覚えています。〇〇通りまでと行き先を告げると運転手さんが話しかけてきました。 〇〇通りに住んでるってことは、丸大の学生さんああ、はい、そうです。あの近く、ボーリング場があるでしょう。私、ボーリングが好きでね。社のボーリング大会でも、結構いいとこまで行ったんですよ。へえ、ああ、そうなんですか。正直その時は、練習の後で疲れていたんで。 あまり話したくはなかったんですけど、気さくに笑った目元がミラー越しに見えたんで、話好きの人がいい運転手さんなんだなと思い、しばらく合図を打っていました。そうして話し込んでいると、妙な違和感を感じ始めました。こちらの返答とは全く関係のない話が、 急に出てきたり、なんとなく、話の前後が合っていないんです。まあ、そういう話し方する人、たまにいるよな、と、気にも止めていませんでした。が、しばらくすると。ところで、〇〇通りに住んでるってことは、もしかしたら、〇大の学生さん あ、はい。あの近く、ボーリング場ありますよね。私好きなんですよ。こう見えて、うまいんですよ。丸大の学生さんっておっしゃいましたよね。あ,あ、はい。ボーリング場の近くですよね。いいなぁ。実は私、ボーリングが趣味でして。あ、あの、 〇〇通りの近くはいいですよね。あ、丸大の学生さんでしょあの近く、ボーリング場があるでしょう。私、ボーリングが好きでね。社のボーリング大会でも、結構いいとこまで行ったんですよ。丸大の学生さんって、おっしゃいましたよね。こんな感じで。 会話がずっと同じ内容でループし始めたんです。物忘れがひどい年齢にはまだ見えませんし、そういった類のものとは違う、何か得体の知れない不気味なものを感じました。僕のうつろな返答に構わず、運転手は延々と同じ話題を繰り返しています。密閉された 真夜中の車内は暗く、そして雰囲気は重く、嫌な汗が背中から吹き出して、聞かせすぎた冷房に冷やされ、寒気さえ感じていました。ミラー越しには、先ほどと同じ、笑った目元が張り付いたままでした。突然、会話がふっと途切れました。 この奇妙な会話から解放されたのかと思った瞬間、ドンという衝撃音が車内に響きました。ビクッと体をこ着させながら見ると、運転手が左足をまるで何かを踏みつぶすかの勢いで床に打ち付けているんです。 それも、一回ではなく、何度も、何度も、ドン、ドン、ドン、って。ああ、ああ、ああ。さらには、こんな、うなり声まで上げ始めました。運転手は足を、今度は、貧乏ゆすりのように揺らしているんですけど、力いっぱい、 足を上下しているので、車がぐらぐらと揺れてしまうほどでした。なんで前の車が遅かったのが気に触ったんだろうかそれとも僕が何か怒らせることを言ってしまったんだろうかというかこの人、ちょっとおかしいんじゃないか僕は、 完全に混乱してうろたえていると。お客さん、まる通りに住んでるってことは、もしかしたら、丸大の学生さんと、また同じことを僕に聞いてきたんです。ぐらぐらと貧乏ゆすりをしながら、目元には、あの笑顔を貼り付けたまま。 この時僕はもはや違和感や不気味さなどではなく、はっきりとした恐怖心を抱いていました。自分の命を明らかに異常な男の運転に預けている。これを意識した時の恐怖は今でもはっきりと思い出せます。しかも運転は明らかに荒くなっており、 曲がるたび、右へ、左へ、体が振られ、前を走る車には、クラクションを鳴らし、強引に、前に割り込んでいくんです。京都のタクシーが、運転が荒いということは知っていましたけど、乗客に、死の恐怖を感じさせるほどではありません。この時は本当に、死ぬかもしれないと思いました。 降ろしてくれ、と、叫びたかったんですけど、情けないことに、人間本当に怖いと、声が出てこなくなるようです。何より運転手に、下手な刺激を与えたくはなかったんで、僕はただただ、じっと、石像のように固まっていたんです。そして恐ろしいことに、車は、 〇〇通りへは明らかに行けない方向へと進路を変え出したんです。もう限界でした。僕はやっとのことで。あ、お、おろしてください。ここで大丈夫ですから。と、なんとか声を出しました。すると、意外にも運転手は。あれあそうかい ここじゃあ遠くないかいと、ごくごく普通なトーンで喋りながら、車を脇に寄せました。話し相手にしちゃってごめんね、などと言いながら、先ほどと比べると、不自然なほど自然な対応で、運転手は僕に金額を告げました。僕は、 さっきまでの恐怖心は自分の思い過ごしだったのか、僕が神経質に感じ取りすぎていただけなのか、と、一体何が現実だったのかわからなくなるような、まるで夢でも見ていたような気分でした。解放されたということで、放心状態でもありました。とにかく、 外に出よう。そう思い、急いで金額を渡して、運転手の、ありがとうございました、という声を愛想笑いで受けながら、ギターケースをひっつかんで、外に足を踏み出そうとすると、運転手が、あの張り付いたような笑顔で、こう言いました。お客さん、 もしかしたら、丸大の学生さんこれが、僕が体験した怖い話です。その後、近くの友達の家に駆け込んで、この体験を話したんですけど、うまく伝えることができませんでした。体験した僕以外は、怖くはないのかもしれません。ですが、 あの異常な運転手は、今でも京都の夜を走っているかもしれない。そう考えると、得体の知れない恐怖が蘇ってきます。皆さんくれぐれもお気をつけください。ちなみにその時は、市場大宮で降りました。